はじめの一歩ベストマッチモードフリーマッチチャレンジ試合観戦光栄だそうだなしっしっしっふっつえんんやっつえんふっふっおうでぬっあっグッイくっむっおうがっがっんやがっつて思ったよりやるようだななんだとこれしきのことではぐっ致命的なミスだ うん、力は尽くした。恥じることはない。よく戦った。これ以上は危険だ。経験をぶつけるだけだ。テンポアップする。丁寧にリズムを組み立てる。守りはこじ開けるのみ。待ちスもを胸に。手堅く進めさせてもらう。良いプレッシャーだ。どこまでも追い詰める。手を抜くつもりはない。全力で打ち込もう。期待にお応えしよう。 カウンターを合わせればいい。ならば答えよう。祖国に栄光を。君の目に絶望の色はない。少々荒っぽくいく。不幸な事故は避けたいが、気力ごと砕いてみせる。受け流してみせる。少々甘く見ていたのは認めよう。ベルトを守らねばならないのでな。なるほど。君の勝つ可能性はゼロだ。かつての自分に戻るのも悪くない。残念だが。無意味だ。わかっている。ならば。 打ち続けるのみその勇気に敬意を表する。肉体ではなく、精神を断つ。私に付き合ってもらおうか。ノープロブレム。挑発に乗るつもりはない。油断するつもりはない。ならば、打ち続けるのみ君には経験が足りないようだ。モーションが大きいな。どんな相手であろうと。ボクシングの真髄を見せるだけのことだ。試合開始だ。どうということはない。間合い次第ということか。 先にダウンは取る。早めに終わらせるぞ。何度やっても同じことだ。スピードだけの選手か。行くぞ。始めるぞ。さて、見極めるぞ。ふん。よし。ほう。くだらんな。面白い余興だな。期待はできんな。どう来るかな。仕方ない。面白い。いいだろう。何度でも相手をしよう。彼には、何も期待しない方がいい。私はベルトを守るという作業を淡々と繰り返してきた。 それにももう飽きた。かつての自分に戻るのも悪くない。夢復讐違うな。そういう類の挑戦者は、この手で何人も粉砕してきた。あの目に絶望の色はない。一体何がエイジてを支えているのだこれはボクシングだ。次の瞬間、何が起きるかわからない。相手が立っている限り、 奇跡はは起きるる可能性はあるのだ。スピードもタイミングも完璧だったそれにパワーさえ加わっていれば私の時間は奪われていた悲しいなエイジ伊達。君のその右こぶしさえ砕けていなければ私に人たち浴びせられたものを尊敬するボクサーはと聞かれたら私はためらわずこう答えるだろうその選手は 東洋の小さな島国にいる。ジャパンという名の国で出会った、侍だと。二度とリングの上で会うことはないだろう。しかし、君の名は忘れない。グッバイ、エイジ、伊達。私は何人もの男と手を合わせている。対戦相手ならともかく、スパーリングパートナー全員を覚えてはいない。残念ながら、 その彼のことは記憶にないデンプシーロールの少年か一言伝えるべきだったかもしれないな気をつけた方がいいと母国の子供たちよ待ち相撲を忘れないでほしい私と試合をするのは早すぎたようだな想定通りの試合展開だやはり何も期待できないない威力が想像以上だダメージはすぐに抜ける大丈夫だ 的確な一撃だったよ非力だなジャブだけは光るものがあるこのレベルの選手か想定外の事態だ考えを改めなければこれほどの実力があったとはまだやれる君では私を倒せない理想的なダウンだなこのレベルかまさか当たるとは勇者の拳ということかダメージは軽くないなもっと早く決めてもよかったのだがもったいない選手だな惜しいな 実に惜しい。雷神か。おごりが出てしまったというのか。焦りや油断はないはずだ。スピード以外は凡庸だな。当たればこの結果だ。終わったな。クロノスと呼ばれるだけのことはある。どういうことだこれは。私を本気にさせてしまったようだな。ふ<う>想定通りだ。挑戦には早かったようだな。私としたことが予想外だな。ミスをしてしまった。たけし先導か。いや。 特に意識をする相手ではないな。いつもの試合をする。ただそれだけだ。ボルグ・ザンギエフ。彼から野生を感じる。いい目をした選手だな。どう出るかなさて、始めるか。